古代は世界各地で生贄の風習がありました。特に有名なのはアステカ文明の生贄。私は昔中南米に行きました。そこで生贄の地とされるところがありました。もはや観光スポットとなり、本当にここで生贄が行われていたのかは定かではありませんが、いろいろな資料館にも行くと生贄のおぞましいさを実感しました。アステカの生贄とはそもそも何のためなのでしょうか。アステカでは太陽はやがて消滅するという考えでした。そして人間の神聖な心臓を神に捧げることで太陽の消滅を先延ばしにすることができると信じられました。そのために日常的に人身御供を行い、生贄になった者の心臓を神に捧げたのでした。基本的に生贄にされるのは戦争での捕虜や奴隷などでした。そしてアステカは常に生贄を確保するために敵国を征服せずにわざと戦争状態をキープしました。この戦争は花の戦争と言われました。なぜ花の戦争と言われたのか。戦場を花畑に見立てて血を流して倒れる戦士たちが花のようだからという何とも恐ろしい理由からです。生贄になるということは、太陽の寿命を延ばすための崇高な行為ということが人々に強く認識されていました。戦いに敗れ捕虜となった兵士の多くは、生贄になることを進んで受け入れたようなのです。アステカに敗れたある兵士は、とっても腕が立つ兵士でした。それゆえ捕虜にされずに、アステカの兵にされました。そしてアステカの兵となり、戦で大活躍をしました。アステカの王に呼ばれ、褒美を与えるから何でも申せと言われると、一刻も早くこの身を神に捧げたいと返答し、自ら生贄になりました。ある王の息子が戦で捕虜になったという報を父である王は聞き、息子が神の一部になると喜びました。しかしその息子が相手国から解放され戻ってきてしまいました。そうしたら王はせっかくの栄誉を奪ってはいけないと息子を生贄にしました。大きな生贄の儀式になると自ら並んで長い列ができました。殺されるのを自ら並んで待ったのでした。生贄で殺された死体は心臓は神に捧げられ、その他は皆で分配して食べました。これは神の体を食べることで神聖を分けてもらうという考えのもとです。また神と食を共にすることで神と交信ができるとも考えられていました。死体を食べる際は塩をかけたりなど味付けをしたり煮込んだりして美味しくなるように工夫されたようです。現代人にとっては恐ろしくおぞましい風習でしかありません。その感覚がある以上、二度とこのような風習は地球に現れないでしょう。子孫のために私たちは良い風習を継承し、悪習は断ちましょう。より良き継承者の役割だと思います。